プロデューサー、お疲れ様です。今日の調子ですか？問題ありません。プロなんですから、気をつけるのは当たり前です。なんだか眠そうですね。無理をするのは構いませんが、次の日に疲れを持ち越すのは良くないですよ。気をつけてくださいね。はぁ、あ、すみません。あくびなんて恥ずかしいところをお見せしてしまいました。気が緩んでいる証拠ですよね。注意します。私の話し方ってどう思いますか？ちょっときつめというか厳しいですよね。直したいんですけど、どうしたらいいか。日頃から食事には気を使うようにしてます。栄養のバランスが偏ると活動にも影響しますからね。プロデューサーも気をつけた方がいいですよ。よく笑うようになったって言ってもらえることが増えたんです。そのきっとプロデューサーのおかげだから。だから頼りになるプロデューサーだと思っています。マノとメグルは私にとっての光なんです。私でも誰かの隣にいられるんだって教えてくれたから、巡り合わせてくれたこと感謝しているんですよ。好きだと言えるものはあまりありませんでした。そう言えるものが増えたらいいなと思っています。みんなが大事にしてくれる私のこともいつか一人でも多くのファンに笑顔になってもらいたいんです。たくさんの笑顔をもらった今の私ならできるって不安でも信じています。一緒にここまで来たんですから。